お笑いコンビアンガールズの田中隆が31日都内で行われたアンガールズ田中隆初のエッセイ集ちょっと不運な方が生活は楽しい観光記念イベントに登場した。今年結婚して話題を集めた田中が自身初のエッセイ集を刊行する。この日はフォトセッションでジャンガジャンガポーズを披露するなどハイテンションの田中は、初エッセイについて僕の半世紀で読み応えがあると思います、エッセイスト田中として頑張っていきたい、反響があれば嬉しいですねと47歳にして新境地にチャレンジだ。本編のタイトルは不運な方が生活は楽しいだが、結婚生活は順調に楽しんでいる様子。